カール時代のフランク王国カール即位時のフランク王国カールの獲得量カールの勢力範囲ローマ教皇領東ローマ帝国カロリング朝と東ローマ帝国とウマイヤ朝カロリング朝はメロビング朝に次いでフランク王国2番目の王朝救歳ピピン三世がメロビング朝を倒して開いた名称はピピン三世の父カールマルテルにちなむなおカロリングは 生ではなく、カールのという意味である。当時のフランク人には、生はなかった。フランク族のカロリング家は、代々フランク王国のメロビング町に仕え、救済を排出してきた家系であった。はじめ、ピッピン一世は、フランク王国の文国の救済であったが、ピッピン二世においては、フランク王国全体の救済を務め、ピッピン三世に至ってはついにメロビング町を排し、 カロリング町を開いた。751年から987年まで、フランク王国やそれが分裂した後の、東フランク王国、西フランク王国、中フランク王国の王を排出した。987年、西フランク王国の王家断絶をもって消滅した。ピッピン三世の子カール大帝の時代にはその半島は、イベリア半島とブリテン島を除く今日の西ヨーロッパの、 ほぼ全体を占めるに至った。ローマ教皇はカール大帝に定官を授け、西ヨーロッパに東ローマ帝国から独立した新しいカトリックの帝国を築いた。カール大帝の帝国は現実的には後継者、ルートィヒ一世の死後三つに分割され、今日のイタリア、フランス、ドイツの元となったが、理念上は中世を通じて西ヨーロッパ世界全体を覆っているものと、 還元されていた。本記事では、カロリング家についても、包括的に研究することとする。フランク王国では7世紀半ばになると、核文王国で豪族が台頭し、メロビング家の王権は著しく衰退した。このような中、アウストラシアの救済を世襲していた、カロリング家は、ピッピン2世の時代に全文王国の救済を占め、王家を超える権力を持つようになった。 ピッピン2世の子、カール・マルテルは、イベリア半島から侵入してきたイスラム教徒を撃退し、カロリング家の聖望を高めた。続く、ピッピン3世は、ローマ教皇の承認の下で王位を散脱し、カロリング庁を開いた。パリ直例で各文王国での救済の影響力が増大したことは、直ちにメロビング王権の衰退に結びついたわけでは、なかった。救済は一面では、 豪族支配を統制し、王権の擁護者として振る舞った。ネウストリアでは特にそうであった。それに対して、アウストラシアでは7世紀半ばに、カロリング家による救済職の世襲がほぼ確立し、王権の影響の排除が進んだ。659年にアウストラシアの救済で、カロリング家のグリモアルド一世は、大井三脱を図ったが、失敗し処刑された。 673年ネウストリアでクロタール三世が没した際に救済エブロインは王権を擁護する立場からテウデリク三世を擁立しようとしたが豪族たちは自らが国王選挙に参加する権利があるとしてこの決定を覆し新たにキルデリク二世を擁立した680年内百683年にはエブロインは暗殺され 王権に対する豪族の優位が確立された。アンリピレンヌによると、豪族たちはこの頃、司教職を通じて、地方支配に浸透していたと思われる。ネウストリアにおける反エブロインの戦闘に立ったのは、オータンの司教レジェであったが、彼は、豪族の出身であった。またハン、反エブロインの豪族たちを、カロリング家は支援していた。一方で、エブロインは、 王国全体に対するネウストリアの支配を強化するために、アウストラシアの文国王タゴベルト2世をおそらく暗殺した。これ以降、アウストラシアでは文国王はほぼ無力となり、カロリング家の影響が一段と高まった。この頃はキテーヌはほとんど独立した状態となり、王権の支配を離れた。ブルグントでは旧彩色は空位同然であり、 エブロイン死後のネウストリアの旧済職も混乱し、影響力を低下させた。エブロインは673年以降豪族たちの反発によって影響力を大幅に低下させていたが、675年頃、豪族による国王キルデリク二世暗殺で、豪族勢力に対する反発が強まると、権力を回復し、レジェを処刑して、人事を一新した。しかしその暗殺後は、 ウアラトがネウストリアの救済となったが、息子のギスレマールによって追放され、ピッピ2世の軍を破るなど一時強制となるが、おそらく暗殺された。ウアラトが再び救済となり、686年のその死後は、女性であったベルカールが後を継いだが、豪族たちがすぐさま反乱した。ネウストリアで国王と救済に対する豪族の反乱が起こると、 ピピン二世はこれに介入し、687年、テルトリーの戦いで、ネウストリア軍を破って、688年、全王国の救済職を認められた。714年12月ピピン二世が死ぬと、カロリング家の支配に対する反動が起こった。ピピン二世の死後6歳のテウドアルドが、救済の位を継ぐと、ピピンの日、プレクトルリスが貢献したが、 ネウストリアではこれに対する豪族の反乱が起こった。豪族たちは、ラガンフレットなる人物を救済に衰退したが、カール・マルテルに打ち破られた。ピッピン2世の諸子カール・マルテルによって717年には、クロタール4世が擁立され、カール・マルテルは、アウストラシアの支配を確立した。724年頃にはおそらく、ネウストリアを平定し、アキテーヌを支配していたウードと和平を結んだ。 ウードは719年からネウストリアの豪族と結んでカール・マルテルと敵対していたが、これ以降ウードの生きている間はカール・マルテルの有力な同盟者となった。カール・マルテルは730年にアレマン人を734年にフリース人を征服し領土を拡大した。また733年にはブルグントを制圧した。イスラム勢力との戦いと名声獲得。 トゥール・ポワティエ間の戦いやキテーヌを支配していたウードはイスラム教徒の国境司令官ウスマンに娘を嫁がせたがイベリア総督アブドゥル・ラフマーンは反乱分子として夫を殺し嫁がせた娘をカリフのハレムへ送った732年アブドゥル・ラフマーンはピレネー山脈を越え南フランスに侵攻しウードの軍を破ったカール・マルテルは アウストラシアの軍勢を率いて、ウードの援軍に駆けつけ、トゥールとポワティエの間の平原でこれを撃退した。この勝利で、カール・マルテルの聖望は内外に大いに高まった。この頃イスラム教徒が北アフリカからジブラルタル海峡を越えてヨーロッパに侵入し、711年には西ゴート王国を滅ぼし、イベリア半島を支配するようになった。720年には、 イスラム教徒の軍がピレニエ山脈を越えてナルボンヌを略奪しトゥールーズを包囲した。ウードはイスラムの総督に自分の娘をつがせるなど融和を図る一方、732年にイスラム教徒が大規模な北上を企てた際にはカール・マルテルに援軍を求めこれを撃退した。三十五年にウードが死ぬとカール・マルテルは直ちにアキテーヌを攻撃したが 征服には失敗し、ウードの息子、ウナールに、真珠の誓いを立てさせることで満足するにとどまった。軍を転じたカール・マルテルは、南フランスに影響を拡大しようとし、マルセイユを占領した。このことが、南フランスの豪族に危機感を抱かせ、おそらく彼らの死者によって、737年には、アビニオンがイスラム教徒に占領された。カール・マルテルは、 すかさずこれを取り返し、ナルボンヌを攻撃したが、脱回はできなかった。カール・マルテルは、このような軍事的成功によって、カロリング家の覇権を確立した。737年にテウデリク4世が死んでから、カール・マルテルは国王を立てず、実質的に王国を統治していた。教会政策、カール・マルテルは、フリースラントへのカトリック布教で活躍していた。 ボニファティウスによるチューリンゲンヘセンなど王国の北東部地域での教会組織整備を積極的に支援した。722年教皇グレゴリウス2世により司教に助任されたボニファティウスは723年にカール・マルテルの保護状を得て当時ほとんど豪族の私有となっていたこの地域の教会を教皇のもとに再構成しようと試みた。ボニファティウスの努力によって 747年にカロリング家のカールマンが引退する頃にはこの地域の教区編成と主教座創設はほぼ完成された。またこれらの地域でローマ式典礼が積極的に取り入れられた。一方でカールマルテルはイスラム勢力に対抗するため軍事力の増強を図り、自らの進化に報道を与えるためネウストリアの教会財産を風信に対応した。これにより、 鉄鋼で武装した騎兵軍を養うことが可能となった。カール・マルテルの後継者カールマンはアウストラシアの教会財産においても原則を行った。風神は対応された教会量の収入の一部を時代として教会に支払ったが時代の支払いはしばしば滞った。この教会財産の原則を容易にするため修道院長や司教に カロリングやハイカの俗人が多く任命された。741年のカール・マルテルの死後、王国の実験は二人の着出子カールマンとピッピン三世、諸子、グリフォーによって分割されることとなっていたが、カールマンとピッピン三世は、グリフォーを遊兵して、王国を二分した。743年、二人は空位であった王位に、キルデリク三世を衰退した。747年カールマンは、 モンテカッシーの修道院に引退し、ピッピン三世が単独で王国の実権を握った。750年頃には、アキテーヌを除く王国全土が、ピッピンの支配に服していた。教会政策カロリング家の君主たちが進めた、教会領の原則は、カロリング家とローマ教皇との間に祖閣をもたらして、いたが、ボニファティウスを仲立ちとして両者は徐々に歩み寄った。 739年頃からボニファティウスを通じてカール・マルテルと教皇は親密にやり取りしていた。742年カールマンはアウストラシアで数十年間途絶えていた教会会議を召集した。745年にはボニファティウスを議長としてフランク王国全土を対象とする教会会議がローマ教皇の召集で開かれた。751年ピピンはあらかじめ教皇。 ザカリアスの意向を伺い、その指示を取り付けた上で、ソワソンに貴族会議を召集し、豪族たちから国王に選出された。さらに司教たちからも国王として衰退され、ボニファティウスによって、というの儀式を受けた。754年には、教皇ステファノス2世によって息子カールとカールマンも、というを授けられ、王位の世襲を根拠づけた。この時、 イタリア情勢への積極的な関与を求められ、756年にはランゴバルド王国を討伐して、ラベンナからローマに至る土地を強行に献上した。ピッピン三世の時代には、キリスト教と王国組織の結びつきが強まった。おそらく763年、内百764年に改定された、百姓版、サリカ法典の序文では、キリスト教倫理を 王国の方意識の中心に据え、フランク人を選ばれた民、フランク王国を神の国とするような概念が見られる。また、ピッピン三世は王国集会に司教や修道院長を参加させることとし、さらに、これらの政界領主に一定の裁判権を認めた。一方でこれらの司教や修道院長の任命権は、カロリング長君主が掌握していた。 814年のヨーロッパカール大帝末年のヨーロッパ今日の政治的宗教的枠組みにつながる構造が形成されているハールーン・アラシードとカール大帝カール大帝はイタリア支配をめぐって対立していた東ローマ帝国を牽制するため時のアッバース長カリフハールーン・アラシードに使者を派遣した768年にピピン三世が没すると王国は カール大帝とカールマンによって分割された。その後771年にカールマンが創生したので、以降カール大帝が単独で王国を支配した。773年にランゴバルドをデシデリウスがローマ占領を企てると、教皇ハドリアヌス一世はカール大帝に救援を求め、774年これに応じてデシデリウスを討伐し、支配地を併合して、 ランゴバルドの国王を称した。781年には、ランゴバルドの娘をめとって、フランク王国から離反的な態度をとっていた、バイエルン大公タシロ三世に、改めて真珠の先誓をさせたが、788年には、バイエルン大公を廃して王国に併合した。また772年から、王国北方のザクセン人に対して、征服を開始し、 30年以上の断続的な戦争の末に804年併合した。イスラム教徒に対しては778年、ピレネー山脈を越えてイベリア半島へ申請したが撤退を余儀なくされた。801年にはアキテーヌで副王とされていたチャックシルートビヒによってピレネーの南側にスペイン辺境迫領が成立し、イスラム教徒への防波堤となった。このように、 カール大帝の支配領域は、イベリア半島とブリテン島を除いて、今日の西ヨーロッパをほぼ包含する広大なものとなった。教皇からの定官教皇レオ三世は800年のクリスマスにカール大帝にローマ皇帝としての定官を授け、西ローマ帝国の地にローマ皇帝が復活した。ローマ教皇との結びつきが強くになるにつれ、帝剣は、 神の温調によるものという観念が強まり、宗教的権威を持つようになった。教皇レオ3世のカール大帝への外交文書は、東ローマ皇帝への書式に従い、教皇文書はカールの天位在位念を記念とするようになった。カール大帝は、教会や修道院を厚く保護する一方、このような政界領主から軍事力を強出させた。司教が、 世俗の仕事に関わる転居とされたのは、旧約聖書、サムエル記であった。サムエルは人民を裁き、人民の罪をあがなうために犠牲を捧げ、戦争においては従軍し国王に、というの儀式を行った。一方で、新約聖書において、パウロは、ある時は、福音を述べ伝える人たちには、福音によって、生活の死を得るようにと、指示されましたと述べていた。 当時の聖職者の中には、この言葉が司教が世俗の職務に関わるべきではないことを述べていると考えた者もいた。そのため、カール大帝はこの問題を教会会議に諮り、司教が世俗の義務を引き受けるべきであるという決定を得た。世俗の領主と違って、正解領主は世襲される心配がなかったからである。また、カール大帝は、白の地方行政を観察し、 中央の権力を地方に浸透させるために国王巡察使を設けたが、これは一つの巡察官区に、勢族各一名の巡察使を置くものであった。カール大帝の帝国は様々な民族を包含し、さらにそれらの民族それぞれが独自の部族法を持っている多元的な世界であったが、キリスト教信仰とその教会組織をよりどころとして、カロリング家の帝権がそれらを覆い、 緩やかな統合を実現していた。君主のキリスト教家と教会組織の国家的役割の増大は、カロリング朝の帝国を一つの普遍的な教会、神の国としているかのようであった。広大な帝国は、カール大帝自身の個人的な資質に支えられるところも大きく、またフランク人の伝統に従って分割される危険をはらんでいた。すなわち、フランク王国では、 兄弟間による分割相続が慣習となり強固な法意識となっていたので806年カール大帝は王国分割令を発布し、長子カールにアーヘンなど帝国中枢であるフランキアのピピンにイタリアのルートビヒにアキテーヌの支配権を確認し、帝権と王権をカール大帝が掌握するという形式を取った。その後ピピンとカールマンは創生し、 813年とローマ皇帝がカールの帝権に承認を与えて後、ルートビヒを境地カドとした。ベルダン条約によるフランク王国の分割814年、カール大帝が亡くなると、ルートビヒ一世は帝位と王権を継承した。817年に帝国制序令を出して、長子ロタール一世を境地カドとし、ジシピピンに、アキテールのバッシュルートビヒ二世に、 バイエルンの支配権を確認した。この時点では、ロタール一世にイタリアの支配権も認められており、彼は後継者として尊重されていた。しかし、シャルル二世が生まれると、ルートビヒ一世はこの罰子のために829年、フリースラントブルグンとエルザスアレマニアに及ぶ広大な領土を与えることとし、長兄であるロタール一世もこれを承認した。 内心これを不満に思っていた、ロタール一世は830年反乱し、ルートビヒ一世を退位させて、単独カドとなったが、ピピンとルートビヒ二世がこれに対抗して、ルートビヒ一世を復位させた。その後840年のルートビヒ一世の死後も、兄弟たちは、激しい抗争を繰り広げた。841年ロタール一世とシャルル二世、ルートビヒ二世は、 オセール近郊で戦い、ロタール一世は敗北し、842年兄弟は平和協定を結び、帝国分割で合意することとなった。843年ベルダンで最終的な分割が決定され、帝国はほぼ均等に三分されることとなった。帝権は中フランス王国のロタール一世が保持し、さらに850年ロタール一世は、四足ロドビコ二世に、 ローマで体感させることに成功した。ロタール一世は855年、定位とイタリア王国をロドビコ二世に、自死ロタール二世に、ロートリンゲン、三男のシャルルにブルグントの南部とプロヴァンスの支配を認めた。863年にプロヴァンス王、シャルルが死ぬと、医療はルートビヒ二世とロタール二世の間で分割され、帝国はイタリア、東フランク、西、 フランク・ロートリンゲンの4王国で構成されることとなった。869年にロタール2世も没すると、西フランク王・シャルル2世がロートリンゲンを継承したが、翌870年東フランク王・ルートビヒ2世が、これにことを唱え、両者はメルセンで条約を結び、ロートリンゲンを分割した。西フランク王・シャルル2世は875年のロドビコ2世の死後、 イタリア王国と定位を確保した。876年の東フランク王ルートビ2世の死に際して、シャルル2世は東フランクにも支配権を及ぼそうとしたが、アンデルナハ近郊でルートビヒ2世の息子たちと戦って敗れ、翌877年失意のうちに没した。カール大帝の帝国は王家の分割相続により和解した。885年には、 カール三世によって帝国が再統一されるが、一時的なことに過ぎず、887年には東フランク王アルヌルフによって敗位に追い込まれた。翌888年には西フランク王位がパリハクウードに移り、一時的にではあるが、カロリング家の血統から外れた。ウードは支配の正当性を維持するためにアルヌルフの総試権を認め、後には、 カロリング家のシャルル三世を後継者として認めざるを得なかったが、ウードの即位は明らかにフランク王国史の新展開を告げるものであった。西フランク王位はこれ以後、カロリング家とロベール家の間を行き来し、やがて987年には遊具家庭の遠いとともにペイ庁が創始され、後のフランス王国へと変貌を遂げ始めた。この時代は、北からノルマン人、 南からムスリム、東からマジャール人が侵入し、これにカロリング家の君主はうまく対応することができず、逆に辺境防衛を担った貴族が軍事力を高めると、ともに影響力も強めた。前述のパリハクウードもタイノルマン防衛で聖望を集めた人物であり、東フランクでもフランケンやバイエルンザクセンなどの大公、辺境貴族が対等し、 東フランク王国の統合の維持に努めながらも、自らの支配領域を拡大していった。彼らは地域における主導権争いに勝利して、地域内において国王類似の権力を有するようになり、やがてカロリング家が東フランクで断絶すると、これら有力貴族が玉座に登ることとなり、後のドイツ王国の枠組みが形成されていく。 この過程で王国の統一維持の観点から王国の分割相続が徐々に排除されるようになり、10世紀にはカロリング朝国家のいずれにおいても単独相続の原則が確立された。北、イタリアでは888年以降カロリング家の影響が弱まると、移民族の侵入と諸行による大い争奪の激化から都市が防衛拠点として成長し始めた。 ブルグント王国も888年に独立し、1032年に新生ローマ帝国に併合されるまで独立を維持した。カール大帝の宮廷は文化運動の中心となり、そこに集まる教養人の集団は宮廷学校と呼ばれた。この文化運動の担い手たちは、西ゴート人、ランゴバルド人、イングランド人など、フランク王国外出身者が多かった。 9世紀以降、文化運動の中心は、修道院へと移り、書物政策や所蔵に大きな役割を担った。このような例としては、トゥールのサンマルタン修道院などが有名である。このカロリングルネサンスは、神聖的な統治政策に対応した文化運動であり、正しい信仰生活の確立を目指すものであった。聖書理解の向上、天礼書仕様の普及、 教会歴の実行において、正当信仰に基づくことが目指され、すでに地域差が著しくなっていた俗ラテン語から古典ラテン語へと、教会用語の統一が図られた。これにより、ラテン語が中世西,西欧世界の共通語となる。一方で、天霊形式の確立と聖職者改革によって、カロリングルネサンスは、文化の担い手を俗人から聖職者へと展開させ、 俗人と生殖者の間の文化的隔たりを広げる結果ももたらした。カロリングルネサンスの意義については、文献についての基本的な二つの要素、初期法と記憶媒体の変質が特に中世文化の成立に大きな意義を持った。カール大帝は従来の大文字によるラテン初期法を改革して、カロリング賞自体を新たに定めた。この統一された自体を用いて、 様々な文献を新たにコデックスに書き直され、著述と筆者が活発になされた。書物の形態の変化とともに、書写材料はパピルスから用皮紙に変化した。ルートィヒ一世の宝魚にあたり、三人の子息が存命していた。当時の慣習から、領地は分割相続により継承され、843年のベルダン条約により確定した。 現在のフランスにあたる地域は、バッシシャルル二世領の西フランク王国に、ロートリンゲン及び、イタリア北部は、長男ロタール一世領のロタール王国に、現在のドイツにあたる地域は、三男ルート美ヒ領の東フランク王国として、分割、相続された。定位は、長男ロタール一世が継承し、その子孫が世襲した。その後の年には、メルセン条約により、 ロートリンゲンは、東西フランク王国が分割し、イタリア北部は、ロタール一世の子、皇帝ルートビヒ二世領のイタリア王国となる。しかし、ルートビヒ二世には、男子がおらず、この血統は断絶する。東フランク王国は、911年のルートビヒ四世の、崩魚をもって、西フランク王国は、987年のルイ五世の、崩魚をもって、男系王位継承が途絶え、 カロリング長は断絶した。は、大井在意念。は、西ローマ皇帝在意念。ありがとうございます。